業家の青汁王子こと、三崎優太氏、34、が、17日、X、旧、ツイッターを更新。韓国人の DJ ソーダが、日本のフェスで胸を触られた件に言及した。フェスは13日に大阪で開催。ソーダがパフォーマンス中に観客に寄った際に客が胸を触っていた。フェス主催者が法的対応に言及するなど、日本国内で大きな問題となっている。三崎氏はどんどん問題が大きくなって、このままだと日韓問題に発展しかねない勢い。日本のフェスのイメージも悪くなってしまうと心配した。続けて、日本はそんな国じゃない。日本人全体が誤解されないためにも、一刻も早く犯人は名乗り出て、きちんと誠意を持って謝罪してほしいと加害者が現れることを期待した。三崎氏の指摘通り、韓国でもこの件は大きく取り上げられており、騒動は収まりそうもない。